宿題作品発表。はーい、まず最初は良い川柳でございますね。はい。良、えー、い川柳たくさん送っていただきました。いただきましたね。はい、えー、まずはこれは新三谷労働者さんからいただきました。はい。釈名は見苦しくない方が良い。ああ、それね。う 見苦しくない方がああそうです見苦しい釈明が多かったからねいろいろありましたねまあ黙ってんのが一番ないけど難しいとこですねけいちゃんけいやんゴールドさんからいただきました、はい、夫婦仲つかず離れずちょうど良いうん。まあそうはねどうなんですかね <laughs> まあ、いろいろですね、船に乗ってると、三千五百人の方乗ってて。うんはい、まあ、ご夫婦の方もいらっしゃるしね。うん、お年いっても、ちゃんと手つないで歩いてる人おるし。うん、それは素敵ですね。まあ、多分、それは、あのー、まあ。介護みたいなところがあると思うんですよね。そう<あ> <laughs> いうのもありながら。それながら、支払いと思うのもあるしね。<laughs> はい、で、まあ。 でも掃除でそこへ乗ろういう人は仲良かったと思いますね、うん、ずーっと一緒なんやから、ね、喧嘩しとったもんね仕方がないから仲良、うん、くで遊ぶとこあるからちょっと、うん、あれになったら夫婦いろいろね,ね奥さんには奥さんの教室いろいろヨガ教室があったりとかもう写真撮るとこやら卓球も2台ありました卓球台が。うんえーで カジノもありましたしね<ー>大人はカジノで遊んでますし子供はプールで遊んでましたしそれでは続きまして、はい、何もファイサンダーズさんからいただきました、はい、田舎より老後暮らしは街が良いおお、どうですかそれは どうな、君が決めんかい。この田舎と町って。どっちがいいですか。止まってるじゃないの。どうしよかな。あの、今、やっぱりね、マンションが増えてるでしょう。ん、うん。だからね、やっぱ空き家が多くなんねんね。へえ。これ、いいのか悪いのか、やっぱりこう、空き家多いいうことはそこへ潜んでる。っていうのがね、多くなって、これ、困った問題ですね。 もう本当に田バタハさんにいろいろと探してもらいたいことがこれからも多くなってくるんじゃないかと思いますが次、ちんさんちん電車さんからいただきました。はい、若返り人前に出る方が良い。ああこれはもうまさにそうですね。若返るためにはね、はい、人前に出る方が良い、はい。はい見ていただいて。えー、次ミッシーブンさんからいただきました。はい、お小遣いチャリンというより パサが良い <laughs> そうかな五百円玉僕集めてるんですけどね、はい、茶筒に、はい、めっちゃ無駄くなりますよ<ー>もうパサよりたくさんありますよ茶林がいっぱい、うん、<laughs> どっちでもいっぱいがいいですね、うん、どっちもいっぱい利口なりこちゃんゴールドさんからいただきましたはい。ギーだけど笑ってくれる妻が良いん こんな奥さんなかなかおらんで何言ってんしょうもないな」って言ってね <laughs>、うん、初めは笑っててもね「分かった分かった」った言うて言われて、ね、<laughs> だんだんあしらわれちゃうんですねマジカルトップブラサンコさんからいただきました「はい、上司は良い上司になったら部下が良い」うん。ああ 上司は良い上司になったら部下が良いということですかねそれでは松岡哲也さんじゃなくてコーヒー豆ゴールドさんからいただきましたはい。かき氷冷房のない店が良いえー冷房が欲しいあ間違えたかき氷出てくる<ー>どっちやねんなんだよいや私は冷房 欲しいです <laughs> 欲しいいやまあかき氷出てくるまではレバーあった方やねそうですねでもかき氷ね今年も食べてないけどあれもうキーンと痛くなる時あるからね、うん、冷たすぎるんですよね口、えー、に入ってくる時派遣参戦士さんからいただきましたはい同窓会期待はしない方が良い <laughs>、ね、だんだんね まあ期待していいのは卒業高校卒業とかしてから二三年四五年ぐらいまで,でしょうがない。<laughs> 道之助二代目道に道分之助さんからいただきました、はい、通勤の電車込まない方が良い、うん、当たり前やこれね当たり前っちゃ当たり前ですけども それはこまない方がいいけこ、ね、まない方がいいですね。まあでもこれからサマータイムとかなんかいうてるのはどうなんでしょうね。うん、あ時差出勤にしてもいいんじゃないかなと思いますけど。ヤ山目おじさんからいただきました。はい。アイドルは覚えられる数が良い。ああ今は本当にたくさんいますからね。うもう五十人ぐらい踊っとったらもう誰。はい 誰や分かれへんなんでももうどこやどこに行ってんのや分からへんし、うんま、韓国のアイドルの男性の78人でも誰が誰や分からへんし <laughs> みんな同じような顔してるしね。本当にでも、うん、まあ作る側としては10人ぐらいおる方10人20人30人おる方が。うん 自分の好みのこういうのがおるからね。そういうの見つけられますしね。そう見つけられますからね。うん、どうなんでしょうか。いやどうなんでしょうかね。宝塚も一組多いですからね。はい、宝塚は一組八十人いますからね。八十人いますから誰が当たれやお、はい、分かれへんまたラインダンスなんかな。<laughs> ね、ラインダンスってあれ何年まで踊るの？五年ぐらいまで踊れますかね。いはい。 まあでもその時によってね4歳の時はもうちょっと上でも踊ったりなんかしてそうですね踊ったり初めトップスターもちょっとこちらっとあのまあ言うた付き合ってパッと離れたりとかまあいろんなラインダンスもう毎回ラインダンスがあるからラインダンスを考えるのも大変やなそうですね毎回違う振り付けをしてもらって違ういり付けをねありますからでは次ラストでお願いしますゅうさんですはい おにぎりは鮭おかかより、ツナが良いあーなー、まあ、んな,なーなーななありがとうございましはい、たくさんありがとうございましたでは、続きまして、ヤナーの方をお願いしますヤナヤナということで、はい、えー。いただきましたはいそれでは、これはマジカルトップブザさんこさんからいただきましたはい。 おっさんはこりもせず、どこでも寒い親父ギャグを言うとるな。これだけ寒い親子ギャグを言い付ける、言い続けると。温暖化防止に役立つかもしれんな。うん。<laughs> <laughs> すいません。なん <laughs> ええー、ということでね、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。それでは。うん あのー、これは「オペラさやなあい,いの分かりますな暑いなこれだけ暑いとゆでだこになるでという会話を大阪のおっさんよくしてますので「うん、やなあこれだけ何々やと何々」というふうに大阪のおっさん風ならどういうことを言うかをよく考えて頂い,いておりますが、うんはい、オペラさんから頂きました。はい、はい 強い高校やなこれだけ強いと半身に語るで <laughs> よーゆーよーゆー半身に語るで聞いたことあるかも <laughs> 次はみっしりぶんさんからいただきました <laughs> はい君髪の毛めっちゃ伸びとるなこれだけ伸ばしたら越後実施できるでぐるぐる後回して 獅子、えー、レンジ獅子なんかもものすごい長いのね,ね長いですねこうの大変、うん、おでこぼんさんからいただきましたはいボンネット焼けるぐらい熱いなこれだけ熱いと鉄板焼きできるで <laughs>、うん、意外とできへんねんこれはねあそうなんですかあ、僕あの、はい、たあ卵焼きできるかないや卵あ,、ね、<laughs> あるんですかで、ね、えー えー、次やなはい新さんや労働者さ,さんからいただきましたはい新さんや労働者さんはい貧乏やなこれだけ貧乏やと福沢諭吉の顔忘れるで <laughs> <laughs> 本当にね、えー、あまり見られないそれでは新さんや労働者さんからいただきましたはい怖い顔やな これだけ怖い顔やと、鬼瓦の顔になるでうヨナ、はあ、さんに言うてるんでしょうかね,ね <laughs> マジカルトップブラさんコさんから頂きました、はい、禁煙してもう半年じゃなこれだけ長い間禁煙し続けるというのに家族からは相変わらず煙たがられてるままやどういうこっちゃ お題じゃなくなってます。<laughs> お前どういうこっちやどういうこっち山目おじさん。はい。繁盛亭気楽館と関西に寄せができてきた。これからたくさん寄せができると、話しかが。足りなくなるな。うんあ。あまり、あまり切ってまんねん、この話からね。<laughs> なかなか出られへん。ええー、だんじりのお尻さんからいただきました。はい。 申し訳やなぁこれだけ暑いとクーラーも冷蔵庫も休みたくなるであー働いてるからほんまにねちょっと何でも鳴らしてるのか <laughs> 135大仏さんからいただきましたいまはいあー暑いなぁこれだけ暑いと蚊も夏当てするであー蚊が少ないですね今年本当ですねはい かも夏バテしてるのかも、うん、あんまあんた外へ出てんじゃんあー今年出てないのかもしれないですなんじゃそれは <laughs> チンサンチンさんからいただきました、はい、外国人多いな、うん、これだけ多いと外国語を喋るそうやわ喋<ー>られる話しかけられへんから冷やしやしたいそうですね、はい、徳山<は>教育長さんからいただきましたはい 遅いなこれだけ遅いと明日の朝刊来るではいでは次をラストでお願いしますラストマジカルトップ武田さんこさんからいただきました、はい、最近どこでもペーパーレスが叫ばれとるなこれだけペーパーレスが叫ばれると我が家でもないんやなんかやらんとあかんけどまさか神さんいらんとも言われへんしな ペーパーの神様ありがとうございましたどうなんやねんな待ってんのか待ってんの分かんねえちょっと手がありがとうございましたたくさんのご応募ありがとうございました今夜の生募集作品発表はいこれはねリュミカルに言わなきゃ君言わねえ任せてください僕はあの判定するからね 久しぶりりに私がちょっと頑張まますすすいい、ははでできラジオネーームゴルドさんからですグミの色がドクドクし <laughs> グミの色、まあ名前ですね。 結構いろんなカラフルですよね。アメリカやでアメリカアメリカ軍民まあいいけどね。はい、はい、ではミッシーブーンさんからです。うん。キャンプでジェイソンに襲われる。何に襲われる？<laughs> ジェイソンに襲われる <laughs> <laughs>。映画の話ですね。はい <laughs> ではコーキさんからいただきました。コウキーコウキー。コーキ。 おしゃも出るや食事がビッグサイズはい。これはもう当たり前やね当たり前ですねこの方ご新規さんでしたああそうですね全部ダイナミックいやーそれねだからアメリカ行ったらつらいのよお持ち帰りできるでしょはいあのテイクアウトみんなテイクアウトはとは言わないのアメリカトゥゴー言うねんねへートゥゴーって言った ちゃんとあの箱に入れてね、はい、朝食べなんかするは辛い<ー>、はい、かなり量が多くて多くて <laughs> はい、はい、では二代目道文之助さんからいただきましたメジャーはフィキはけないあ<ー>もうそこ,いこ、ね、<laughs> そこが素晴らしいところですねそこが素晴らしいところですねはいはいではこの方も初投稿の方ですニコニコママさんからいただきました 行ったことないから分からん。おもろい。<laughs> 正直者<も>。<laughs> 正直者、ね、すね。行ったことなかった。からん。分かんないです。私も行ったことないんで。大体で想像するのはねできるけど。そうですね。もう,うで行ったことないのはから。はないですもう。面白い。それはわかんないに決まってます、ね。やっぱりあのね。<laughs> はい。そういうところを。 目のつけどころはね、違いますねはい、行ってみよう。いいですね。フィガロも結婚さんからいただきました。うん、初投稿の方です。学校の廊下にあるロッカー。廊下にロッカーがあるっていうことですね。あの、よう映画でね、はい、こうあるんですよ。あれあ、ね、ビバリーヒルズとかのやつですね。<で>はい、いろんなもん入れたりとかね。はい、ロッカーツアーんな。 日本でもあるんちゃうかなはい <laughs> はい。審査員や労働者さんからいただきました、うん、トランプ賛否両論ちょっと今新聞社がね、うん、どっちかというと批判の方が多いねああ<ー>。うん、両論ではないですね、うん、はいでは徳山教育長さんからいただきましたはい でかくて綺麗、いで、ボーイいん。そう、意外と細い人も多いんだよな。なよね、細い人はもう。モデルさんみたいな方多いですよ、ね。バラバラやね。体型が。さあけどね、うん、僕、あの、ディズニーランド向こうの行った時にね。うん こういう棒になってくるって回るとこあるじゃないですか入るとこはいはいはいクルと回ってねっ回って回転扉みたいなこんな回転のとこ行けるのかなまたマイコでまたピュッと入りんね、うん、すごいねあれ <laughs> はいでは豚ゴリラさんからいただきました、うん、みんなガムを食べてる何食べてるみんなガムガムですガムを食べてる ガム食べてないし多いよ。あ、そうなんですか。うん、イメージで私もガム食べてる感じがしました。あ、そうですか。はい、あのガムじゃないのを食べてるのもいるからね。<ー>はい、では何はハイサンダーズさんからいただきました。うん、リアクション一一でかすぎ。 難しいとかね。うん、まあ、結構クールな人も多いしね。<ー>日本人の方がリアクション多い芸人も多いだ。芸人さん見てると、特に。え、では、じゃりんこさんからいただきました。農産品出しって車庫入れ、あれ?。間違えました。なんて。農 <laughs>、農産品出して、車仕入れ、これ、なん、なんでしょう。 すみません。農産品出して、車仕入れ車庫入れちゃうで。すみません。車仕入れ。アメリカの農産品を出して車を仕入れるいうことや。ああ<ー>。輸入という普の話ですね。すみません。んね、失礼しました。ミッシー分さんからいただきました。せいジョギーのパンツを履く。 みんなはみんな履いてないけど <laughs> そうですね <laughs> あのなんか女の人なんか履いてるのおるけどね、うん、ああ、はい、おしゃれなでは最後の方です二、うん、代目道文之助さんからいただきました、うん、大谷は二刀流、うん大谷は二刀流<あ> <laughs> 二刀流になってないけどね。頑張ってほし,、ね、<laughs> しいですね。アメリカあるある。はい。はい、ありがとうございました。たくさんのご応募ありがとうございます。ぐらいにもなってますからね。はい、ぜひ。ご応募お願いします。お願いします。